工場館は、江戸時代の出羽国ヨネザー藩主、上杉春則の命により、上杉綱則の学問書を再建して成立した、藩校である。ここでは主に、江戸時代のことについて記載する。公明や明治時代以降の歴史などについては、更新の、山形県立ヨネザ工場館高等学校に譲る、ものとする。現60年6月15日に、 上杉綱則が以前から講師を祀る行事である。石典を行っていた受信や置いた参院の邸宅に学問書を設置。同年11月29日には、同じ邸内に石典の会場となる制度を完成させ、翌年3月22日には綱則隣石の下で石典が実施されて、以後ここで藩士指定教育を行わせたが、これが工場間の前身となる。しかし、 米沢藩の財政窮乏により、教皇9年に藩による石典が中止され、以降は八百板に代わって、藩士指定教育を行っていた片山家の指摘行事として石典が行われることになる。ただし、歴代藩主の中には、石典再高を願う者もおり、財政状況が最も悪化していた時の藩主、上杉茂貞も、片山家の自分石典の際には密かに供物を、 送ったという。明和7年に、春典が石典を継承していた受信の片山、はじめ石を呼んで、官学についての意見を聴取した上で、犯行設立の必要性を強く認識する。安永4年に、武行の吉江助久さんがり故障頭の野崎吉政が御用係に任命され、債区長の片山塾をもとに学問書を再建することになった。春典は、 新たにことを取り立てるより、スタレタルを起こすは人情いつも平らなるものなりという立場から、学問所に不信を加えて再建する方針を取った。その後、片山はじめ関と人没な中が、ひさげ学、野崎きよが総監となり、安永5年4月19日に落成した。以後、幕末まで、米沢藩の教育機関として機能した。正面に聖堂があり、聖堂左手に、 行動、制度を右手に文庫があった。学寮は24室、その他に当直室、食堂、主催局、万人室などで構成されていた。後に、友う道が増設される。米沢市立上杉博物館に、工場館の図がある。時期により違いがあるが、整備されると、総館1名、日下学1名、助教2名、読み帳1名、書生20名、 上席生5名、しつけ方1名の合計31名である。事務員に取材2名、門営1名がいた。書生から渡航、転席、序読みを兼務する者が選抜された。戦術の通り、日下学は当初2名いたほか、人母綱中は完成8年に総関より上位の正し学に就任した。入学生の大部分が20歳以内で、 上司指定で締められたが、中、下出身でも才能があれば選ばれて、入学した。諸生の定員は戦術の通り20名だが、犯罪生難がピークを迎えた、天命年間22人、完成期には10人に一時期減少したが、概ね20人であった。時期により変動があるものの、宿り期熟生は30から50人、通学生は当初は300人ほどで、 最盛期には900から1000人の時もあった。一時、宿り寄宿生の廃止があった。ありがとうございます。